マッサカラーラ県は、イタリア共和国トスカーナ州に属する県の一つ。県の名前は、主要都市であるマッサとカラーラにちなんでいる。県とはマッサ。トスカーナ州の西北端に位置する県で、南はティレニア海に面し、北にエミリアロマーニャ州、北西にリグリア州に接する。県とマッサは、ラスペツヤの東南東。 約2 6ートルルッカの北西約3 6トルピサの北北西約 40km、州都フィレンツェの西北西約9 4トルの距離にある。隣接する県は以下の通り。2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口3000人以上の都市、集落は以下の通り。 アウラ002カラー00ラ004005006007008009マッサ011012013014015016017マッサカラーラ県には17のコムネが属する。左端の数字は ISTAT コードを示す。人口は2011年1月1日現在。面積は2001年のデータで単位は経平,平方メートル。右の地図中の番号は コムーネの ISTAT コードした3桁を示す。ありがとうございます。